海軍電子研究所でマディダを使用している電子科学者コンピュータ歴史博物館で展示されているマディダの一部、マディダは常微分方程式を解くために作られたデジタルコンピュータである。電圧レベルを使用してビットを表す世界初のコンピュータであり、論理をブール台数により指定する世界初のコンピュータでもある。マディダはフロイド・スティールによって発明され、 1946年から1949年にかけてノースロップエアクラフト社によってスナークミサイルの誘導システムに使用するために開発された。しかし、マディダの研究から誘導システムは得られず、むしろ航空研究に使用された。1952年、マディダは6台販売され、当時世界で最も売れた商用デジタルコンピュータになった。 マディダの開発は1946年3月にノースロップ社で始まった。当初は MX-775 と呼ばれるアオンソク巡航ミサイルを製造することを目標としており、これが後にスナークと呼ばれるようになった。このプロジェクトのノースロップの目標はドイツの報復兵器 V1V2 を超える。 最大 8000km 先の目標に対して 180m 以内の精度で命中できるようにする誘導システムを作成することだった。しかし、マディダは兵器に使用されることはなく、最終的にノースロップはスナークミサイルの誘導システムとして別のアナログコンピュータを使用した。プロジェクトの目標の一つには世界初のデジタルデータ解析機の開発があった。物理学者。 フロイド・スティールは、ロサンゼルスの自宅で1946年にすでに、ジダを実証していたと伝えられており、設計グループのコンセプトリーダーとして雇用された。スティールは、ジダのコンセプトを開発した。ジダでは、デジタル要素のみを使用して、アナログコンピュータと同等の機能を実装する必要がある。ジダに、次期ドラムメモリを使用する決定が下され、装置の名前は、マディダとなった。 スティールのマディダの設計は1927年にバネバー・ブッシュによって発明されたデジタル部品を備えたアナログコンピュータの影響を受けた。また、ケルビン卿が1873年に完成させたアナログコンピュータである超積予測装置の影響も受けた。スティールはマディダのゲルマニウム大用ドロンディ回路と磁気記録の研究のためにドナルド・エクダル、ハーンとサーキンション。 リチャード・スプレーグを雇用した。このグループにより、マディダのプロトタイプが1946年から1949年にかけて開発された。マディダには6つの記憶トラックを備えた磁気ドラムを使用して実装された44個の積分機がある。積分機の相互接続は、ビットの適切なパターンをトラックの一つに書き込むことによって指定された。 それ以前のエニアックやユニバクアイが電気パルスを使用してビットを表すのとは対照的にマディダは電圧レベルを使用してビットを表す世界初のコンピュータだった。また論理全体がブール台数で指定された最初のコンピュータでもある。これらの機能はアナログ部品がまだ残ってい初期のデジタルコンピュータからの進歩だった。オリジナルのマディダのプロトタイプは カリフォルニア州マウンテンビューにあるコンピュータ歴史博物館に収蔵されている。最終的にマディダは兵器には使用されなかった。ノースロップは最終的に別のアナログコンピュータをスナークミサイルの誘導システムに使用したが、そのシステムは多くのミサイルを喪失するような信頼性の低いものだった。1956年に発射されたミサイルは、 震度を大幅に外れて、ブラジル北東部に着陸し、1983年まで発見されなかった。1950年にマディダの設計チームがノースロップを去った後、マックス・パレフスキー・ラベツのチームが雇用され、商用流通用に装置が複製された。1952年の終わりまでに6台のマディダが販売され、当時世界で最も販売された商用デジタルコンピュータとなった。 そのうちの一台はアメリカ海軍電子研究所に設置された。マディダの開発中、設計チームはダイナモなどの適切な問題思考言語を使用することで汎用デジタルコンピュータでもデジタル微分解析器を実行できることに気づいた。マディダの最初のデモが行われた一年後、スティールとマディダの設計チームは汎用コンピュータを開発するためにアービングエスリードと共に ノースロップを去った。彼らは1950年7月16日にコンピュータリサーチコーポレーションを設立し、1953年に NCR に売却された。ノースロップのマディラ部門はパレフスキーが入社してから2年後にベンディックスに売却された。1952から56年にベンディックスの初期のパーソナルコンピュータであるベンディックス G-15。 パレフスキーが構築した際、マディダの設計の影響を受けた。ありがとうございます。